りちゃん、うまいうまい。いいよ。神奈川県相模原市にあるプレジャーフォレストに再び行ってまいりました。本年2回目です。今回はフリーパスを購入しました。果たしてどれだけお得に遊べたでしょうか。人気のアスレチックが盛りだくさんです。4歳のいっちゃんはどれだけ楽しめたのか、どうぞご覧くださいませ。はい、いっちゃん、どこに来ましたか。プレジャーフォレスト。いいね、遊ぼう。まずは空中アスレチック天狗道場に挑戦しました。こちらフリーパスは使用できません。いっちゃんが命綱をつけてアスレチックに挑みました。挑戦の模様はこちらの動画をご覧ください。お次はターザンマニアです。こちらはフリーパスの使用が可能です。結構難しかったです。すごい。次左のイカ。お次は乗り物系です。フリーパスの醍醐味ですね。一食。おいしい。おいしい。いいね。F1 カートは4歳が運転できないので、大人が運転しました。あ、出てきた。あったかい。あったかい、よかったね。あったかい。はーい。はーい、これ。欲しかったやつです。ひゃほー。今、ね、これなんだっけ？リフト乗ってんだね。リフトに乗ってます。はーい。見えてきたね。観覧車乗るぞ。なりました。なるほどなるほど、すごい、なるほど、すごいじゃん、独特な動き、なるほどなるほど、もう怖いな俺。相模湖だからね、湖ね。山の上には人気のマッスルモンスター2があります。展望台がそのマッスルモンスターの中から登っていく形になります。いろいろ見学ができて楽しいですよ。吊り橋やばいな。吊り橋なんだこれ。よかったね。見せて。半分に割るんだって。すごい。中にいっぱい入ってんな。最後これあげられるんじゃん。うん。うん。
次は4歳でも運転席に座ることができるカートに挑戦しました。おいちゃん、うまいうまい、いいよ。次はパディントンタウンというエリアに行きました。フリーパスは 12,100円で購入しました。もしフリーパスを買わなかったら 24,300円かかってた計算になりました。かなり元を取りました。今からこのブドウのアイスを買います。はい、実食。はい、おいしい。今日何が一番楽しかったですか？車の運転。あ、それね。なるほど。よかったね。じゃあ。また。